皆さんこんにちはレック専任講師税理士消費税法を担当しております小出と申しますよろしくお願いいたしますこの度は税理士の科目紹介ということで私が担当しております消費税法の授業レックにおいてどのような消費税法の講義がされているのかということをご紹介していきたいと思います その前にまず私自身の自己紹介を少しだだけ話しさせていただきます現在私は税理,とし税理士として登録しておりましてそれとこちらのレックでの消費税法の教材作成と講義の担当というところに携わっております。 税理士登録は平成16年の11月ということですから税理士登録してて今年15年目にに入っったといいう状況になっていますで私にとっても消費税法というのは受験の5科目合格の最終科目にしましたのでもう消費税法専門として携わって、まあ、15年以上が経ったという形になります。でですので まあ、この長い年月のところ、まあ、ある種消費税専門という形での生活しているという状況で、まあ、地元の税理士としての活動のところも、まあ、当然他の税法についても仕事の上では担当するっていうことあるんですけれども、まあ、消費税といいますとえ何かの時あの仲間 と話して質問を受けたらその話をしたりということで消費税法割とまあ専門という形であのまあ周りの仲間には周知されて活動しているっていう状況にあります。ではこのレックでの消費税法です。どのような形でレックの消費税法講義が進められているか。まず第一の前提として。 日照簿記3級の学習経験がある方でも消費税法の学習が可能だそして受験が可能だということで日照簿記3級の学習経験があればレックの消費税法の学習に入れるということになっています。でですののの、まあ、一番、まあ、日簿記級学学習とというところが全体の学 他のね。日商簿記2級とか1級とか、あとは他の税法の科目を合格させて、消費税法の科目というのに受験の学習をしている方もいらっしゃるわけです。私みたいにえ、5科目最後を消費税法にするっていうところがま1、あ、番の学習経験が高いっていう状況になるでしょうか？ ですけれども日消簿記3級の学習経験でまず消費税法からトライしてみようという方もきちんと理解して進められるようにということでのの消費税法ですすままずカリクラムをこのようにしていますどのようにということでちょっと使ってお見せしていく教材がまず消費税法のテキストのところの目次を プレゼンターに載せてご覧いいいたただきたいと思いますちょっとプレゼンターの方を移しますとこ,こ,がこちらがテキストの「パーフェクトコース」まあ、一番最初に消費税法の学習をする時に「パーフェクトコース」というのを選択していただくことになるんですけれどもそちらの総目次というのがこちらは「パーフェクトコース」テキストの1文冊 ということでここちらこの2019年度の消費税法のパーフェクトコースのテキストの一分冊これが一番最初に学習していくパーフェクトコースのテキストになるんですけれどもこちらのペページと3ページジとになります一番下2ページそれとその隣の3ページなんですけれどもこの2ページと3ページが このパーフェクトコースの総目次カリキュラムを紹介している形になりますで、まずこれ見ていただきますと総目次最初2ページの方がテキスト1文冊括弧基礎期）となっていますそしてその次のテキスト2分冊も基礎期となっていますですのでまず基礎期ということで第1回から 第12回までの講義があるんですけれども基礎期の12回分の講義のところでこの消費税法の全体の学習内容のうち基礎項目についてまず最初から消費税法の最初から最後まで基礎項目だけを12回分かけて一巡させる。 消費税法全体のうち基礎項目だけを12回の講義のところで一巡させてまずはこの基礎項目12回講義で消費税この基礎が身についたくとに難しい応用項目については例えばここに第2回講義で課税の対象1っていうのがあります。 この課税の対象という中の学習項目のうち基礎項目だけテキストの1分冊という基礎項目の学習のところでやっていってであと後半もまた12回分の講義があります第13回から始まって最後24回講義まであるわけなんですけれども残りの半分の12回分でこちらテキスト3分冊応用期って書いてあります。 そしてテキスト4分冊のところにも応用期ってて書いてありますそして先ほどテキスト1分冊基礎項目で学習した課税の対象の1続きで応用項目の学習ということで課税の対象2ということで基礎項目ではまだ学習するのが難しすぎるような論点については こうやって基礎項目を固めた後、もう一回一順っていうのを元に戻ってしていきます。その時に応用項目は基礎項目が一順した後にこうやってまた一番最初に戻って応用項目の肉付けをしていきまして、こうやって2っていうのがいくつもありますね。えー 1>, 1の方の基礎項目で学習した後の肉付けっていうのを応用項目の方でしていきましてこうして最終的に24回講義を学習することによって消費税法の受験をする力というのを最終的に養っていくということになっていきます。そして日照母規3級からでも学習が、 可能であるということでこうやってまずカリキュラムを基礎から応用へという学習に移っていくということでスムーズに最終的に消費税法全体の学習を理解しながら進めることができる。それとあととあここちらのところに 解説理論っていうのが目次のところにそれぞれの講義内容のののとところでで解説理論というのが入ってくるんですどうしてこの解説理論というのを入れているかっていいますと消費税法の試験は本試験2時間120分で行われていくことになるんですけれどもその120分の中で回答していただく内容というのが 理論問題が五十点分、計算問題が五十点分というふうになっているんです。で、この時、計算問題というのは。基本的に、この全体の二十四回講義を終えたところまでの。内容を土台にした。総合計算問題というのが、計算問題五十点の出題ということとなります。理論問題五十点の出題には。 こうやって24回分の講義学習を終えたところに関わっていきます規定っていうのが条文というのが個別理論集として理論の番号が入っている消費税法のところは、えー、456台今あるわけなんですけれどもその理論です。 各学習項目に関わっているこの個別の理論それぞれこの個別の理論からそのまんま書いてくださいと出題される個別理論の出題とこの個別理論いくつかを組み合わせて回答していくという応用理論の出題というのが本試験のところでは行われます。でですののの理論の回答50点分というのは はっきり言ってしまいますとこの個別理論集をしっかり覚えてインプットして本試験の答案用紙に書きまくっていくアウトプットしていくということで理論については得点がですですので個別理論をしっかり暗記していただいて理論を書いていただけば得点が取れるようになるということで 例えばこちらのテキストのところの「ページになりますパーフェクトコース」のテキスト1の16ページのところを見ていただきますとこのように例えば個別理論の43理論の43っていう番号になりますけれども個別理論集をこの個別理論集も学習されるという方にはあの 配布されることになりますで、その個別理論集、こうやって下に解説は個別理論集には入っていません。個別理論集はあくまで暗記として使う理論集です。ですので、解説は入ってないんですけれども、ただ意味もわからないものを暗記していただくというのでは辛いですし、覚えられないですから、こうやって学習項目のところで、 暗記をしていただきたい個別理論については、きちんと言葉,にせ言葉に対して説明を入れていきまして、理解して個別理論を覚えていただくっていう方法をとるということで、理論の解説というのも授業のところで行っています。 ですので、個別理論暗記していただいて。しっかり理論を書いて、理論での得点を上げましょう。そのためには、暗記しやすいような解説を必ず各回のところで行っていくっていうこともしています。このように、消費税法、日商簿記三級の方も、学習が始められるということで。 きちんと最後まで理解ができるようにということで基礎項目から応用項目への学習理論も暗記しやすいように解説を入れているということで結構至れりりくせりとといいいうこでで講義が進んでいっていますそしてあとこの2019年の受験なんですけれども皆さん方もご存知のように 平成31年10月、この時はもう平成の元号ではなく、まあ、2019年10月の1日からになりますけれども消費税の税率が今の8%から10%に上がることそしてその時には軽減税率が導入されるということで 実は今の急税率の8%と新税率の10%そして軽減税率の8%この三種類の税率が混合していくという状況が2019年10月一日のところから生ずることとなるわけですそう考えますと計算についてはこの三種類の税率というのが 入れ混じっった形での計算項目となっていきえすこちらのテキストテキスト1ですけれども今度は20ページのところを見ていただきますとテキスト20ページのところテキスト1の20ページですこちらのところにはレックではこうやって税率がまだこのパーフェクトのところでは今 作成段階において軽減税率の内容が固まっていませんので98%と新10%の計算のところだけをこうやってい入れてどうやって2種類混じったら計算するのかっていうところをお見せしているというところはパーーフェクトコースでの学習になっています21ページのところを見ていただいたところでもこうやって 新税率のところと旧税率のところを2本立ての算式になってどうやって計算を立てていくのかっていうようなところもこちらた例えば次の22ページのところでもこうやって新税率の10%旧税率の8%が混ざった時の計算っていうのはパーフェクトコースのところで学習というのを並行して進めています。 軽減税率だけはまだ今の段階で固まっていないということで軽減税率が分かった段階で新たに軽減税率だけに特化した簡単なテキスト教材の方を作っていきまして改めて受講生の皆さんに紹介する形になっていますこのようにレックの消費税法の受験については日商簿記3級の皆さんも受験が可能ということで 至れり尽くせりの講義内容で進んでいって2019の受験というのを合格つかんでいただく形になっていますですので一緒に頑張って2019の消費税法の合格をつかむ,掴むべく消費税法の学習進めていければと思いますもし消費税法を受講していただけたらとても嬉しいです一緒に頑張っていきたいと思います えでは最後まで科目紹介のガイダンス聞いていただいてありがとうございました皆さんお疲れ様でした